国内であってもどんな活動が行われている、どんな課題を持っているっていうことを知らないので、その実例をしっかりと確かめるために、来ました。私は商品化されたものを販売という形で、発信していくので、その、資源の魅力化っていったところをお手伝いさせていただいている形になります。こっちも逆に勉強することもいっぱいあるな。自分のそのボランティア経験っていうのが非常に乏しく、あと海外の方に日本ってどういうところかっていうのを伝えるときに、その自分が経験っていうところが欠けてるなと思って、参加してよかったことというと、その私たちって今これからグローバルで活躍したいと思ってこの青年海外協力隊に応募したわけなんですけど、そのグローバルの世界課題っていうのを紐解いていくと、どれも最終的には全部地域課題とつながっているというふうに思います。この人吉熊も全部復興してて前を向いて進んでる地域なんですけど、そういう地域だからこそこう乗り越えてきたその道筋とか課題っていうところから学ぶところは大きいです。あの本当にお世話になったり迷惑かけたり、いろいろこうマイナス面が多かったと思うんですけども、で後半については何か 役に立つこと、貢献できることをこう一つ何か残したいということで、まあ、主に私の場合はひまわり亭と、龍金館の里の、まあ、美化活動ということで貢献できたかなというふうに思っています。やっぱし地元の人たちが気づかないことを外から気づいてもらったり、それからなんかこうもっとこう広い世界のことを知るきっかけになりますね。まだ帰ってきた後にどうしようっていう明確なビジョンがあるわけではないので少し恥ずかしいんですけども、ここで学んだことを忘れないで東ティモールであれ他の地域にいた時であれ、自分が学んだことですとかここでいて自信がついたことをまた誰かに提供していくっていうのが非常に大きなモチベーションに今なっています。まあ、この地域にまた訪れてですね、今どうなってるかなっていう様子も見たいと思いますし、何か役に立てるようなことがあれば、ぜひそこは協力させていただきたいなと思います。迷うだったり考えていることあれなら参加するべきだと思います。参加しない限りは得るものは一切ないんですけれども、参加すれば自分の見方考え方得るものとても多いと思います。人吉熊に来てください。